でやねん。よろしくお願いします。お願いします。いよいよですね。いよいよです。昨日は寝れましたか？何3時間、はい、3時間寝ました。ちょっと寝たら結構大丈夫な方なんで、でどこでも寝れるタイプなんで楽しみます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はいつもどおり、いや、そうそうします。落ち着けるわけないですよね、これは。気合バッチリ、気合バッチリのつもりなんですけど。はい、ありがとうございます。お願いします。今日はでも CP 11時からとかじゃないんですか？あ、10時から工場があるので、もう、スッチとかアイちゃんとか寛平師匠とか新座長を就任いたしました。ちょっと歌舞伎の世代に。どうぞ。あ、チンパンジー座長。チンパンジー座長ですか？チンパンジーさん、やめてください、ちょっと。ウキキ。いや、ウキキで会話できないですよ。いや、すいません。よろしくお願いします。お願いします。僕、ほんまに、その、ちょっと今、緊張してドキドキしてるんですけど、アクションはすごいやっぱり、楽しそうにこうで、あの、やられてるんで、安心します。いや、僕らも安心します、やっぱり。ほんまですか？豊君はすごいね、ムードメーカーですし。いや。あ、おめでとう。ありがとうございます。またもよろしくお願いします。いや、俺はなると思ってた。ほんまや。マジで思ってくれたんですか？うん、ほんで俺がまあ裏で手回してから。いや、ちょっと一つ俺言えないところは大丈夫よ、お前は。ありがとうございます。お願いします。お願いします。だいぶ入られた時より笑顔に。あの、皆さんがだいぶリラックスされてるんで、あ、こんな感じでやるのかっていうのはありますよね。おはようございます。おはようございます。社長就任を披露いたしたいと思います。でも緊張はしましたけど、やっぱりこう座長にならせてなくてすごいことだよなって改めて感じました。入ってませんでした。何やそれ、蹴った話だな。そういうことないと思います。ちょっと待ってた。生のここ開けながら言って、はい、でちょっとこうクリームコースだ。一旦待てかな。なお、僕ね。ちょっと待って。シェフ、出すね。出すね。いよいよですね。いいですね。いよいよですよ、兄さん。よろしくお願いします。今のお気持ちは。もう楽しみます。間違ってもいいしもね。そうですね。やっぱりあのみんなでこう助け合ってのそうです、ね、刺激なので、はい。ドラえもんの次はマキマオ出てきた。誰がマキマオや。何やこいつ。すごい気持ち悪い。気持ち悪いよな。不適切な場面。いやいや、もうなんか一発目やと思わんぐらいね、もう二人生き生きやってるんでいいんじゃないですかね。何回もやってる座長公演とかぐらいの雰囲気でやってるんでいいんじゃないですかね。いや、すごいです。お世話になります。お世話になります。はぁ、あっとした。
見てたけど、すごい良かったな。ありがとうございます。受けてた？感覚としては、はい、よう笑ってくれてはるなっていう、ここ滑ったなとか、失敗はそんなになかった。あ、はい、全然上で見てて、はい、僕耳遠いから笑い声聞こえへん。それカンペーションただの優しさで、実はほんまに2回どっちだけやったんですか。これで一段落で休憩って感じですか。あーね、あ、いや休憩っていうか、もうあれです、10分後、5分後か10分後に、15分か20分に次本読みの手直しが、はい、53分ぐらいあったんで、あと4、5分削らないといけないんです。あの、大丈夫です、お願いします。ないわ、あえてビデオ見たら見えますね、またね、一段と。そしてあれ見ると見ないと全然ちゃうんですよね。第三者の感じでやっぱりミント、あ、ここいらんな、あ、ここもうちょっとスピード上げていこうかなとか。はい、びっくりした、うまいやないかい、いい夢見たいっす。せやろな、だからやらんでええねん今。セミ中はいい夢、うるさいな。いいよ、いいかい。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、いい。チンパンジーさんじゃありませんね。さあ、ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ずるい。ずるいね。やっちゃってるね。やっちゃってますよね。ほんまに。舞台に立ててることが楽しかったなって今ほんまに改めて感じてるというか、僕はもう人生の集大成ですね、はい、その要は水溜レポ隊っていう色物でやってた10年の大阪があって、そのまま東京行って、東京でまた12年間かな、13年間、はい、やっぱりね、いろいろ経て経てですからね、新劇本当にだからいろんなことできるバーでなんで、もう集大成です。はい、吉田さんにとって座長とは何だと。僕は道しるべというか、その上に立ってるんじゃなくて、今回はこっちの方向で行きますよ、いかにこうみんなで面白くおかしくできるような道を作っていくっていうのが、そういう役割を果たせるような座長になりたいなって、はい、思ってね。乳首ドリルは今後どうされていくか。乳首ドリルはいろんな方とやっていきます。すんのかい。